なんだ？なんかさ、なんか iPad の方固まった。なんなんもう、あ、人が喋っとる時に。なんかね、iPad の方固まって開かんくなった。なんで？でも。はぁ、なりドライだと。でも携帯はいけたね。よくわからんわ。一旦電源切ってみようか。おかしいでしょ。でも携帯がいけるってことはショールーム問題ではないよね。そう、私がオタクをしていた時代とはさ違うからさ、今のいろいろ、今とはいろいろ仕様が違うから、アルバムはアルバム、私が特化していた頃のアルバムはツーショット写真会だったからさ、その時には違う、その時とは違う、その時とは違うか。私の iPad 壊れた、もしかしてiPad もうちょっと、そんな、しかもなんかパスワードか、あ、思い出したiPad は使用できません、1分後にやり直してくださいって。嘘でしょ、あ、パスワード間違えた、パスワード忘れたかもしれん、はあ、指紋に、なんかさ1回電源切れたらさ指紋認証できんくなるやん。赤ちゃん、バラいっぱいありがとうございます。1分後にやり直してくださいだって。1分後にやり直す、でも多分思い出した、思い出した、思い出した。一時申し込みが明日の13時までね。そう、なんかさ、オンライン何を聞きたいとかあるかな。あ、1分経った。こうですね。ああ、行きました行きました。え、なんで開かんわショールーム。 iPad やったらショールーム開けんくなった。でも YouTube とかは全然開くけん。ってことは Wi-Fi の問題ではない。ショールームと iPad の相性問題かもしれん。とか言って画面オンになっとったらどうしよう今やばい。アップデートですか、わかりません。アップデートは私あんましないから、勝手に寝てる時にしておいてって感じ。
そうだな、どこを、うん、どこをおすすめしようかな。まあでもツーショットとかサイン会はね、ぜひ来て、特に来てほしいなっては思いますけど。まあね、いろんな、いろいろな事情があると思いますので、まあ来れる時に来てもらってって感じではありますけど、まあね、いいように捉えればこの状況は、みんなは今まで他のメンバー、いろんな他のメンバーに言っていた分、まあ言ってない人もいると思いますよ、もちろん。卒業した今までのメンバーに言っていた分、私に来れるってことですからね、いいように捉えれば、ポジティブに捉えればそういうことですので、その分来れるっていうことなんでね、いいように捉えればです。まあなんだかんだでね、オタクはオタクなんですよ。オタクはオタクだから頑張ってオタクをやめようとせずに、素直にオタクをしておけばいいんですよ。オタクはオタクなんだから。オタクはね、やめようと思ってやめれないんですよ。教えてあげたい。オタクをやめよう、もう俺はオタクじゃないみたいな、もうオタクやめるからみたいな、もう卒業期に俺はオタクじゃなくなるからって言っている人に聞きたい。じゃあその人は初めての推しメンですかじゃあその人は人生で初めての推しメンでしたか。なんだかんだでオタクはオタクです。オタクはオタクなので、オタクらしく楽しんだらいいんです。オタクをやめようって言っとる自分がかっこいいと思っとる、思っとんじゃない、徳は。俺はもうオタクをやめるぜみたいなって言って、なんとかさんやめないでくださいよ、まだ僕と現場行きましょうよってちょっと言われたいみたいなところもあるんじゃないですか。僕はもう船は降りる、瀬戸内は降りるからとかってさ言って、つぶやいて周りのお宅に、まだまだ一緒に瀬戸内行きましょうよって言われ待ちしてるんじゃないんですか。船から降りて
た僕たちはどこへ向かえばいいのだろう。大地の風に吹かれば。よく見る光景って受ける。まあよくネットでよく繰り広げられている光景は、みんなが見る光景はね、そういうあれだから。大丈夫、なんだかんだでやめないって私は信じてるから。なんだかんだでいなくならないって信じてるから私は。多分やめない、みんな多分みんなやめない。やめないというよりか、やめさせない。そう、やめようって思ってやめるものじゃないから、オタクは。まあそれはモチベの上がり下がりはそれあると思いますよ。それあると思いますけど、長年オタクやってる人ほどやめれないか。やめない、やめません。やめない、やめれない。やめようと思ってやめれるものじゃないか。卒業前に私は辞めない。え、そうだよ、ほんとそうよ、ほんとそうよ。失礼な話を、こっちが辞めてないのに辞めようとするなんて、なんて失礼な話なんだって話を冷静に考えたら、こっちが辞めてないのに辞めようとするなんて、なんとか先に辞めようとしとんだって話だから。アルバム発売は嬉しいことだからお祝いに行きますよって。そうですね、そうだよ、そうだよ、待望のアルバムなんだから。いろいろ言わないで。そうだ、あれよ、生徒おるのに教師が先に卒業するようなもんよ。楽しいと思えてる間は続きますって。そうですね、そうしてください。転勤しても、別に転勤してもショールームは見れるじゃん。なんなら世界にいてもショールームは見れるじゃん。ゆーちゃんくまー、たーさんとうとうギフト、ナラブさんラブレター、いつちゃんくまー、ありがとうございます。
私がメンバーでいる時がみんなも私のオタクでいてください。どこにいようとオタクはオタクです。私が STU にいる間はオタクをしてください。ちょっと好きになっちゃいました。まだちょっとしか好きじゃない。私は女優さんになったりすることはないので、なれないのでなれないので、まあとか言ってね、卒業後は女優になりますとか言ったら、まあその時はもうまあその時はもうびっくりびっくりびっくりって感じだとは思うんですけど、まあその予定はもう今とか 99% ないので、吉田沙羅を応援するならもう STU の吉田沙羅を応援してもらうしかないので、まあ分からんよ、それは分からんかもしれんけど、こんだけ意思固くないって言ってるんやけんほぼないじゃん。それはそんなこと言ったらね、あるかもしれんよ。そんなんやったら何でもあるかもしれんけん、なんどんなことだってありえる、ありえるけんさ、そんなんやったら、そんなこと言ったら何でもありえるからあれだけど、ただうん、可能性としては低いのでというか、まあその女優さんになりました、そしたらもうそれは女優さんのオタクというかファン、まあそんなアイドルオタクではないからさ、私をアイドルオタクとして入れるのは限られた時間だから、お互い限られた時間を大切にしましょうということです。確かにね、確かに、まあいつか私がカフェのオーナーになっているカフェで働いてるかもしれない、そのカフェに来れることはあるかもしれないけど、それはもう違う、カフェの店員とあなただけだから。吉田サラ、特にサラピなんてもう私は辞めたらサラピなんて呼ばせないから誰にも。ピルシさん、リップシーさん、モピラさん、ビタミンさん、ミミさん、マグさん、ありがとうございます。さあ、まあ会える時に会おうという話です、それだけです。その言葉につきます。私は今月結構はぁってなるぐらいこういろんな意味で疲れてますけど、頑張っていきましょうよって感じ。まあ頑張るって言ったってね、こっちもなんだかんだ全部ね、みんな自分がやりたくてやってることだから。
かけまつるさん、よしさん、めずきのくさん、なかちゃん、まさひろさん、ありがとうございます。今日すごい新幹線の中でね、なんか携帯の画面、誰かのライブ配信かな、なんか分からんけど、なんか携帯の配信画面かなんかを見ながら、すっごいもうなんかそんなに泣くことあるってぐらい、新幹線の中でめっちゃ泣いとる女の子って、もう声を出して、もうびっくりして、多分何かのオタクをしとるんかなって感じやったけど、 すごくてさ、私はサラはサラで違うことでなんかうるっときて、なんかほんとそんな新幹線の中でもいろんな、新幹線のそんな一両一車両の中でもいろんなことがあるように、なんか人生みんないろいろあるんだなと思って、そうなんか声を出して、なんか一人ですごいなんかライブ配信みたいなのを見ながら、なんかみたいな、すっごい泣いとって、もう明らかに何かのオタ活なんかのアイドルかなんかの配信を見とるんかなみたいな感じだったんやけど、そうなんかそういや本当になんかびっくりしてさらもうえっと思ってルームを見ながら電車の中とかで泣いとったら、号泣しとったらそうすごい、ね、携帯見ながらなんかすっごい泣いとってすごいなと思って、分からん何を見とったんだ、なんかそんなそこまでさ覗くのもあれじゃん、だけどそんな声に出してまでなんか泣くなんてすごい、ちゃんとぐらいやっぱ熱い推しがいるんだろうなと思って、なんか嬉しいあれがあったんかな、分からんけど分からんけど、そうよ、相当過ぎたんかもしれんね、女の子、ほんとサラぐらいの女の子が、そう携帯見て一人でね、なんかなんかのライブ配信みたいなの見ながら、めっちゃなんかそう最初笑っとるんかなと思ったよ、笑っとるんかってぐらい、なんかこんなもんみたいな、もう携帯持ってもうすんごいジタバタする感じで、でもびっくりしたよサラ、まあでもそれだけ熱くなれる何かがあるってすごい素晴らしいことだよ、本当に自分でも思うもん、私も長年48オタクをしてなければアイドルになってないから、何してたんだろうねって本当に思う、本当に何しとったんやろ、いやサラが自分がアイドルになってなかったら何しとったかって考えたら何にも思い浮かばん本当に何にも思い浮かばんのよ、お母さんとかとも話すもん、何になっとったんやろうねみたいな、本当に何も思い浮かばんのよね、なっかちゃんバラありがとうございます、たくさん、いや本当に何しとったか分からんよ、いやだってカフェ巡りって言ってもさ、まあもちろん昔もしとったけどさ、アイドルになってなかったらさ、カフェでそんな自撮りとかすることないしさ、そこまでもまだカフェを一生好きやったかもわからんし、いやもうなんとなくで大学行って、なんとなくで卒業して、なんとなくでバイトして、でなんかとりあえずで見つけて就職しとったのかな、本当に本
当にわからん。もう地元離れたいとかなかったってない。本当にもう何をしとったかわからんよ。何しとったんやろうね、わからんけど、そう思う。まあそれはそれでそれなりに何か人生があったんだろうけどさ、いやわからんね、本当にわからん。本当に人生何があったかわからん、うん、わからない。何しとったんだろう。なんか沖さんにもこの前言われたよ、なんかそういう話しとって、沖さんとご飯行った時になんか何しとったんやろうねみたいな話とかになって、なんかサラピは卒業した後とかもう何するみたいな、芸能やらないよ私はみたいな話したら、なんかサラピが普通に働いていらっしゃいませとか言ってるのも想像つかうみたいな言われて、そういらっしゃいませとか言ってるのも想像つかんし、なんかそんな接客業とかしとるのも想像つかうみたいな言われて、失礼なと思って。まあそりゃそうなんやけど、自分でも思うけど、確かにそうだねじゃない。そう、そんなん言ったら沖さんがいらっしゃいませって言っとるのも想像つかんけどね。そんなん言ったら大抵のメンバーがいらっしゃいませとか言っとるの想像つかんよ。大抵のメンバー想像つきませんよ。そんな言ったらサラの地元の友達からしたら、サラがアイドルやっとるのそんななんか大好きとか言っとるの想像つかんと思われとるかもしれんじゃん。でも実際別にアイドルやっとってさ、そんな大好きとかって言ってないじゃん。だからそれはそれで、まあ普通に就職して働いとったら働いとったで、私なりのやり方でやってたんだとは思うんですけどね。そんなみんなが思ういらっしゃいませとかじゃなくても、いらっしゃいませいらっしゃいませってやっとったかもしれんじゃん。もうそれはもう分からんけど、不思議なもんで。不思議なもんですよ。タグが働いてる姿も想像つかない。え、そうよ、つかないよ。え、つかないよ、本当に。言っとくけど、言わせてもらうけど言わせてもらいますけど、みんな職業不明だからね。みんながどんな顔してわからんじゃん。オタクの時はこういう感じやけど、会社ではすっごい全然違うかもしれんしさ、わかんないじゃん。生きる。私が社長をやったオタクが働くって言いやすくていい部下たちだ。言いやすくていい部下たちになりそうだね。怒るときは怒るから、私も怒るときは怒るから、バカ誰か、これはこうだと教えただろう、何回言ったらわかるんだ。
ショールームとかでネット使えるならパソコンぐらい使えるだろう。お得意様への差し入れもラデュレのマカロンだって言っただろう。誰がこれを選べって言った。イベント行くんで有給ください。どこのイベントだっていう、どこの誰のイベントに行くんだっていう。石田千穂ちゃんのソロコンですって。行ってこい行ってこい、絶対に行けっていう。行きなさい。ただちょっと3期生のツアーがあってた。お前に休みなどはないお前に休みなどはない。働け。多分あの子たちはあんたを待っとらん。あとはここで働け。小栗有以ちゃんのライブがあるんです。行ってこい。ノイミーのツアーが。よし行くぞ。小栗有以ちゃんのライブ、小栗有以ちゃんの生誕祭が久しぶりにあるんです。よし一緒に行こう。出張だ出張だ、出張として行くんだ。よし行くぞ。私出張だって決めるの私だから。ただしお前らは自由席だ。ただしお前らは自由席だからなって。あんたらはダブルベッドで部屋二人ずつだからな。私はグリーン席、グリーン車に行ってくる。か、まあパソコンでできる仕事を与えるから夜行バスで行け。パソコン、この、これはもう全部パソコンの仕事で全部できるから夜行バスで行け。私は会社でできることをやって新幹線で追いかける。新幹線で追いかける。それでも行きたいんだろう。そんなにも旅行バスだったら無理なぐらい、その程度の愛か。って言うよね。
かって言っている間にもうそろそろこんな時間なのでランキングを読みたいなと思います。風呂に入って明日も早いので寝たいと思います。こんな茶番をしとる場合じゃない、はい、それではランキングを読みたいと思います。13位足立さん、12位セリアさん、11位スケさん、10位めちゃきのこさん、9位バーバブさん、8位マグさん、7位ピヨシさん、6位カエルサンタさん、5位タネさん、4位ゆうちゃん、3位もとよこさん、2位ナーラブさん、1位なっかちゃん、ありがとうございました。痛い筋肉痛。それでは今日話したことはね、まあ覚えといてもらっていいんですけど、まあ今日のことは今日のこと、まあ本当にね毎日楽しくいきましょう。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。アルバムぜひお待ちしてます。会いに来てください。来れる時に。終わります。ありがとうございました。バイバーイ、グッドバイ。